ということでね、ちょっとね、また来てもらいましたよ、安田さん。前回、すごい終わり方でね、ちょっと、ね、パンチの効いたラインで終わったんですけど、YouTube の闇とか言ってましたよね。いや、ちょっと待って、YouTube の闇の前に、サッシの闇を感じますね。なんか、俺がさ、マジでさ、ピエロみたいな感じやん。なんか、俺、ピエロ、もうピエロとしての料金欲しいっすね。なんか、この汚いキャラ、あえてやって、なんか、具体とかもちゃんとやって、みたいな、こう。いやいや、やっぱそういうジャブを仕掛けてきたのは安田さんが先じゃないですか。さっきもなんか、百戦錬磨の云々とか、女性視聴者を食っちゃったとか、なんか、歯に着せぬ、そういうことを仕掛けてきた安田さんに、ね、僕が訂正をした上で、ちょっと。もうマジでね、これだけ見てる人は絶対なんか俺がゲストで、サッシーがめっちゃいい人みたいな感じで、絶対真逆ですからね。もう実際、サッシーボケツが、ほ。いや、俺ね、サッシーのリアルライフ知ってるからこそね、マジで言いますけど、いもうや、サッでも前シー、言ってたじゃん。やすも自分で言ってたじゃん。リアルライフでは、なんか自分は裏表あるのは知ってるけども、いや、それはジャーナルでキャラ設定はしてるけども、俺は裏でも変わんないって言ってたじゃん。いや、すごいよ、サッシーのこの手の出しの、手数の多さ。もだから今言ったことにちゃんと反応しないと、う。いや、無理やりゴリ押だししから、ても。確かに、俺は安田ジャーナルとして、被ってます。確かに。おお、いいよいいよ。これは認めます。安田ジャーナル、実際ね、こう、リアルそうでいう会っ路たとき線、に。それを言った上での路線の方がいいと思うよね。いや、結構ね、そう、リアルで会って言われるね。ああ、全然違うみたいな。ボロなんか、出はまっちすゃねけってて言わまれする。ね。はっちゃけてますねっていうか、なんかこう、なんか、すげえはっちゃけて、なんか、ちょっと怖いっすねみたいなあ、そう。ことも言われるかな。なんか、俺結構やっぱ身長でかいじゃん。で、でかいバルね。クアップもしてて、バルカップしてんの。今84キロぐらいあるから、84。結構重いよ、今。で、だから結構、会った時に、ウォーってされるね。なるほど実ね。際。まあ、それはいいとして、いや、サッシーもね、その確かに動画とリアルライフで喋り方変わんないよ。だって実際俺さ、喋り方違うじゃん。動画での喋り方とリア違うルでね。の。でもくずっさ、ぷりが出るね。でもサッシー、ちょっと待って。ごめんごめんごめん。じゃあ俺でも、さ、お笑いが好きだからさ、OK。さ、水曜のダウンタウンとか、ゴッドタウンとかさ、ちょっと下水の好きなのね。ちなみに好きな芸能人は、これ言うと性格わかるんだよね。好きいや、だな芸から、人は。前も言ったけど、インパルスがコントで好きで、金曜のなんかやってたじゃん、昔にね。あれからインパルス好きで、あとは、まあ、RG も好きだし、なんで RG 好きかってさ、徳井とやってたさ、あったじゃん。男女共同で住むみたいなやつ。なんかあったな、なんだっけ。なんていうのあれ。なんとか、クロちゃんも出ててさ、そう、知ってる。相乗りじゃないやつだよね。テラで、スハウスじゃないけど。ペロペロハウスね。テロテロか。れの、まあ、RG でも好きになってさ、まあ、そういう感じかな。まあ、なる水ほど曜のね。ダウンタウン面白いね。だから、その下水ツッコミとかが好きっていうことね。好き。OK。あ、おぎやはぎも好き。おぎがね、おぎがいい味出してるね。いや、俺ね、バナナマン好きで、あ、そう。とんねるずとか見て、ああ。あれいつかやりたいなって思ってて、例えばヨーロッパとか、俺ヨーロッパ行って時計買うみたいなやつやりたいなって。で、俺前回ロレックス買った時に、あれなんよね、店で NG もらっちゃって、とんねるずできなかった。それはちょっと跳ねないっしょ。確かになね、りきんぶりはちょっとさ、跳ねないんじゃない？確 1 かに億とね、か光るぐらいまでいけばさ、わかるけど。確かに。いや、なんか英語でやりたかったんよ、あれを。あのくだりを英語で。どういうなんこかさ、と？だから買そうシの、リーズ？買うシリーズを、そう、なんか英語でやって、み買たわいな。されんの？買わされるっていう、そのドッキリっていうやらせをやりたかったんよ。誰に買わされんの？で、だからなんか俺が適当にこう友達とかも一緒に連れてきて、で、お前買えよみたいな感じ。俺がもう買うって決めてんのに。でも実際ヒカルとかもそうだけどね。ヒカルとかも絶対もう買う人決めてて、あれで動画でやらせでやってるだけだけどね。だからまあ、そんな感じでやりたかったんだけど、まあそれはいいとしてね、サッシーの話に戻ろう。サッシーのゲストさをね、ちょっとこの動画で語りたい。サッなんだっシーのけ？闇と YouTube の闇を語りたい。語りたいって。何に対して俺クズっぷりって言ったんだっけ？いや、なんか、
あれよ、俺が実際人と喋ってる時と動画の時は、クズっぷりが出るって言ったの。クズっぷりが出る。で、確かにそれは認めるよ、俺は。俺はクズ人間ですよ。そうなの、本当にそうなの。いや、いや、俺は意外にこうやって言ってるけど、いや、ヤスは結構すごい真面目だなと思うよね。うん、ああ、それもっと言ってほしいね。芯があるね。そう、それもっと言ってほしいね。いやいや、だからさ、逆なんだって。チャンネル真面目にしてるから裏を暴きたくなるんだよ。なるほどね。なるほど。俺は普段から結構ね、クソ真面目なことも言うけど、結構ズバッと言ってさ、パンチラインも言うからさ、ジョークで回させて。なるほどね。うん、いや、なんかさっし一回さ、俺にさ、アニメエクスポついてきたいみたいなこと言ってたじゃん。言ったね、エレーナね。いや、マジでアニメエクスポのね、よかった。なんだろう。いや、てかね、オフパコ率が半端ないね、アニメエクスポ。俺はやってないんだけど、何出すね、いきなり。何出す俺はやってないんだけど、すごいね、そういう話を聞くね。なんかこう、パーティーなどお持ち帰りしたとか、この部屋でこう、これがあったとか、なんか、みんな飢えてんだな、みたいな。だから、その飢えてる人たちが、なんか、アテンション欲しさに行く場所なんだよ、なんだろう。それはあるよね。だってさ、女子の方もやっぱさ、何かしらあるよね。そうそうそう、やっぱ、なんで、エグゼビニショニストだっけ。なんだっけ、こう欲求みたいなのが、なんか、見られるタイみたいな。そうそう、あるよね。なんとか欲求っていうよね。なんだっけな。忘れた。見られる欲求みたいなね。多分ね、だから、でもね、やっぱりね、俺、そっちの経験あるから言うんだけど、なんか、付き合い出すとめんどくさい子多いね、本当に。かまってちゃんみたいな感じじゃないの？かまってちゃんだし、結構付き合い出すとね、結構サイコパスになったりとか、こう、インマチュアな子が多いね。だってさ、女子の場合はさ、もう写真上げるだけでもパワー相当あるじゃん。こう、そうそう、セクシュアリティのさ、あれでさ。ってことは、外見を 2D のアニメのキャラクターにしてるけども、結構悩みもそういう感じじゃん。確かにね。パーソナリティ的に。だから、だよね、ちょっとズレがあるよね、現実と。いや、ね、サッシーまだこっちに手をつけてないと思うんだけど、今世界で本当 Twitch ってマジやばくて、来てるんよ。もう YouTube 以上に Twitch がもう来てるんよ。もう、多分俺時間の問題だと思ってて、その日本人が YouTube から Twitch に移るのって。嘘でしょ、それはゲーマーだけでしょ。いや、Twitch 最近すごいよ。その要は配信者がこれになるんよ、本当に、YouTube 以上に。なんで？投げ銭。クライアント、ビューアーから？ビューアーから投げ銭で。でもそれはさ、特定の人だし、やっぱ、人気があるとか。まあそうだけど、例えば、じゃあその、Twitch とかコスプレとかで有名な人たちが YouTube 来ても、サブスクライバー1000人とか、再生回数数百とか、そんなレベルなんだけど、そうなの？うん、Twitch とかだと本当やばいね。その、マジ？もう俺の友達ね、月ね、もう5000ドルとかネットで稼いでる人多い。ネットインカムで。それやっぱ女の子じゃないの、やっぱ。女の子よ。男じゃないでしょ。男じゃないな。うん。だから、それやっぱさ、体出してさ、そうやってやるわけじゃん。そう、だからさ、今さ、画面、あれ使ってるでしょ。パソコン使ってるでしょ。うん。そうすると、多分俺の画面が今でかいでしょ。で、サッシーの画面が上の方に。今、平等。あ、平等、うん。俺の場合はね、今、サッシーの画面がでかくて、俺の方がちっちゃくなってるんだけど、女の子はね、スクリーン見えるとね、ゲームがこのちっちゃいやつで、で、女の子はこのでっかい、スクリーンで。いや、だからさ、あれは本当に時間の無駄だと思うし、だからあれだよね、アイドルみたいなもんだよね。夢を追って、アイドル、そう。お金を吸い取るだよね。うん。で、しかもね、めっちゃね、言っちゃ悪いんだけど、友達だからこんなこと言っちゃいけないね。性格悪い子多いね。で、だってそれは男に媚びてお金もらってる人じゃん。いや、ストリーミングとかやって、しかも、歌詞ポストボックスみたいなのあるから、なんかこう PS3 とか、送ってくださいみたいな。PS4 とか、もう新しい PS5 欲しいなとか言うと、もうすぐ届くんよ。そうだね。だって、なんか、それのね、なんかね、コールアウトされた炎上動画もあるからさ、そのゲーマーの人が、Twitch ゲーマーが、こういった発言がとか、この、お金をファンからもらったけども、そのファンに対する対応が悪くてみたいなさ、まあ、大体あれだよ、ね、だから、うん、だから、あれよ、もう、アイドルみたいなもんでさ、こびてお金もらってるっていう体験は変わってないしさ。でさ、それで、そのゲーマーの人が、ペイトレオン作ってさ、ファン作って、ヌード系のさ、プライベートでやってるって、これ完全にほぼさ、AV じゃんみたいな思うよね、正直。あ、ポルノだよね。ポルノだよね、ほとんど。俺、友達いっぱいいるんよ。その例えばインスタとかで向こうもフォローしてんだけど俺のこと、うん、要はなんやろこの続きはペトロンでみたいな感じでモザイクやってることはほとんどさ
あれじゃん。同じやんそういうことだ。そうそうそう。そう実際、だからサッシーもさ、あれ、そのペイトロンでさ、うん、あの自分の腹筋画像見てさ、この続きはあのサブスクライブしてみたいなのやってるの。腹筋腹筋とか見せてさ、いやいや、だから男子と女子じゃ違うから、セクシュアルマーケットバリューが。ああ、そういうことか。うんうん、それは男だったら入ってこないな、ゲーぐらいじゃないと。いや、まあね、ちょっとサッシーの闇を暴こうの続きなんだけど、いや、だから俺はね、ちょっとそのコスプレとか、あとそのゲームとか、こっちの裏で確かにね、確かに、あれよ、その、あれはある、コネクションもあるし、なんかこう、まあ、下水発言とかしてるんだけど、サッシーはね、なんか巷で聞いたんだけど、なんかサッシーもなんかこう、アメリカかカナダにいたときに、なんかこう、アンダーグラウンドのなんかコミュニティに、こう属してたとかっていう噂を聞いたんだけど、いや俺はもう公言してるじゃん。俺はそのコスプレとかゲームとかで、で公言してるじゃん。なんかサッシーもなんかアングラに、え待ってゲームしてんの？安してるけど、ゲームしてんの？そんなこと俺初めてなんだけど。おいおいおい、それはいいや、それはいいや。サッシーの闇は魔法の回だから。どういうことだ、ゲームしてんの？だから Twitch とかで昔、 Twitch も発信してんの今。そう、昔ね、昔やってて、だ Twitch 中にちょっとやらせ動画じゃないけどハプニングでなんかこう、ルームメイトが入ってきて喧嘩し始めたりとかっていうのをやらせてやってた時期はあったね。ドッキリってことじゃないの？プランクってこと？プランクっていうか、その見てる人たちに対して、その投げ銭とかビューとか稼ぐために、その要は俺のルームメイトが入ってきて、いきなり喧嘩したりとか。あとそれでなんで投げ銭っていうのが入ってくるの？いや、みんな面白いからエンタメ要素として。それでお金もらうの？もらえんの？俺が、だから俺のハウスメイトが、あのハウスメイトの彼女がキーボードぶっ壊したのね、わざと。で、なんか、あ、これ、新しいキーボード代みたいな感じで投げ銭してくる子もいて、みたいな。でも、それやっぱ女子が入ってこないと難しい。いや、でも男でも面白いと。やっぱさ、芸能人好きじゃん、サッシーも。その芸人。あの、やっぱ、男でもセレブリティにならないとダメでしょ、やっぱ。いや、でも、そのセレブリティに、なんつうんだろう。やっぱそのゲームとか、俺ちょっとコスプレのあれで、まあ、その、プチセレブリティみたいな感じではあったんよ。インフルエンサーっていうか、そうそうそう。何万人、まあ、俺の話は。何千人とかいたの？いやまあ当時はね、まあそれなりに、それなりに。そう。まあ、サッシーのさ、アングラのちょっと聞きたいんよ。言ってたじゃん。そうね。しかし、16分ぐらいだね、もうね。ちょっと待って、ちょっと分からない時間が来ちゃいましたね。だけんだよ。いやいやいや。やっぱね、俺がもう暴露する。俺がもう暴露。サッシーはね、アングラで。雑談がちょっと熱くなってさ、ってことでいいんだよ、これは。これはいいんだよ。うん。またちょっと次回持ち越しだけども、雑談の内容濃かったね、今回も。いつかサッシーのね、アングラのちょっと裏をね、俺知ってるから暴露したいね。うん。ということで、ちょっとね、またね、お別れの時間来てしまいましたけど、何を喋ったんだっけね、クズっぷりだったっけ。いや、YouTube の闇を暴くから、結局なんか俺の闇を暴かれたみたいな。いや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 、いや、雑談でちょっと盛り上がっちゃったね。うん、いや、やり方が。いやいやいや、ちょっと16分以上経ってるのかな、うん、営業妨害だな、これは。いや、ということで、最後、安田さん、お別れの一言お願いしますよ。前回に続いて。はい、どうも、こんにちは。私、海外でモテるようになったとか言ってる女、大抵、マン。ちょっとリアクションせえ。いや、やすらです、やるかと思ったんだよ。いや。自分、まあまあ、そういう方向で行くってことですね、やすらさん。いや、もうさ、もうちょっとひどいな。いや俺だって、やってくださいって言ってないじゃん、別に。俺が長年さ、こう培ってきたこのブランド。自分でさ、決断しやってんじゃん、自分のチョイスじゃん、今。俺、何も言ってないじゃん。マジか。うん。まあでもね、こういうところもね、ふざけられる。ちょっと気の抜いたトークってところもいいんじゃないですか、ぶっちゃけ。そうですね。まあ、ちょっとね、まあ、アウトローじゃないけど、そうですね、うん。やっぱだって今日も言われたもん。あの、なんか、普段やってるのだけじゃなくて、ちょっと違う種類の動画見たいみたいなね。あで、特になんかその、コラボ系だとやっぱりさ、こう、なんていうの？タイミングがいいじゃなくて、なんていうの？こう、バッチリ来るじゃなくて、しっくり来るじゃなくてさ、コンビネーションがいいみたいなさ、あ会話の。なるほどね。うん。やっぱあれなんですよ。あの、陰影の陽でさ、うん。こう、マスキュリン、フェミニンと一緒で、ね。闇と光じゃないけど。
またそっち持ってくんかい。いや、俺お笑い好きだからさ、なんかそういうの考えるの好きなんだよな、俺。俺もお笑い好きよ。俺もお笑い好きだけどさ。まあまあ、今日は。ということで、はい、これお分かりということで、皆さんね、これね、1週間に1回とかのあれで載せていくからね、また来週ぐらいに、再来週かな、お会いしましょう。しんどいな。じゃあね。